ということで、メデューサも大きくは動きません。ただメイン側から3名ですでにリテイクが始まっています。クレイジーラクーン、先陣を切るはメイ、ファーストブラッドクリスタル、リンク側にいるプレイヤーを落としていきました。ただメイン側から取りに来たメイ、ネスのデュエリストがトリプルキル、3人落ちています。ただヨシエがこのスパイクの周りで立ち回っている。ハイヤーで上げていく、スモークの中飛び出していった、マキマ、これが少人数の強さ。クリスタル横から飛び出して向かっていくというラウンドになるか。ネス先ほどまだ見せていないこのリンクの上、そしてショーストッパーを抜いた、ファーストブラッドからそのままもう一人を狙いに行く。しかしゼアキン、ショーストッパー打たなかった、抑え切りました。そのまま地下ロックダウン、ゼアキンもう一人を持っていく、巻き場を落としてこれで B サイト内のエントリーはできそうだ。ロックダウンを壊すことができないのでこのままディフェンダーがスポーンからですね。ただポポガチはローリングサンダーが上がっている。3対4の人数状況、全悪金の体力はローヘルスです。お互いのファーストレーンが交差する中、ローリングサンダーとともにレッツゴー。しかし吉井がヘブンからカバー、メイを落としていきました。2対4の状況となったクレイジーラクーンはどうする。アフターショックをもらった。しかしヘブンにいる吉井が2、クレイジーラクーンとしても被害がない状態で抑えきることができた。1人待っていたクリスタルがパラバラで1人メデューサを抑えていきます。スカーシャオービタルストライクもありますからね。設置できれば時間が稼げるアルティメット。4対4の状況か。さあどうする。ジェムキンが巻き場を抜いています。さらにファストレーンが展開されている中、B ヘブンではメイがポジショニング、メイとネスのキルが続き、トラネコを2人返していますが、ワンオンワンの状況、ナロさんは帰ってきた、おそらくのおおよその方向は分かっているでしょう。ナロさんは破壊、そのままハーフまでガチか、手を離していたところ、グリスメインを4人で上げているクレイジーラクーン、このままセットアップいきますよ。はい、サイトの中にはメデューサが1人、ただ一人で抑えていく。さらにはトラップワイヤー、サイバーケージも下がれて、ショーティーにも使えているメリッサ、さらにファントムも使えて4キル目、もう1人タワー一人で抑え切りました。さらにトラップワイヤーに引っかかったところ、最後はメイが抑えていきましたが、パラボラに対して圧力をかけにいく、サイトの上にいるメリッサに対してはトロネコは対応、メイが一人を返していますが、ジェムキンがそのメイをカバー。3対4での人数状況、オビタルサイクも入ってる、オビタルサイク使っていきました。しかしこれを見てかロックダウン、アタッカーサイドのロックダウン、クリスタルが使っていきます。ギリギリまで使うの待ちましたね。はい、オビタルストライクを釣るような待つような動き、これであればクレイジーラクーンとしても時間が少々難しいというところですが、ロックダウン破壊されましたね。さあ巻き場、ロープガードの駆け引き、ワンワンの状態になった。ネスがブラストパックとともにスパイクまではたどり着きましたが、肝心なクリスタルの位置が分かっていない。時間ないですね。本命のメイン側警戒できてはいるものの、リーボルトが返ってくる。ここはロープに対してペイントダウン、そして下からポポガチが貫いています。ポルトライン入ってる。ただトラネコも2人返しているというところで、ポポガチトリプルキル、サイトの中では個人技が目立つこのぶつかり合い。さあしかしこのメイ選手がおそらくタワーの方に、いや、この前エントリーですね。メイは下を走り、そしてネスが上を取る。さあ戦地から挟み込むクレイジーラクーンの攻め、この怒涛の攻め、サイトのエントリーとともにメイ、そして巻き場のキルが発生、5対3の状況を作った。ただ吉井のオーバードライブ、ジェムキンがメデューサを返していますので、このオーバードライブのキルポテンシャルかかっていますが、これを抑えているのはネス。2対4ジャッジ、この正面での打ち合い、残ったジェムキン、武器はブルドック、武器を持ち替えて、さらブラストパックのところに飛び込んでいった。ネスを抑えていきました。さらにゼアキンサイトの中で立ち回っている。ワンオツの状況、グレネードを焚きながらポポガチが最後の一人残っている。フォルトラインフラッシュ、ただこのフラッシュはジェムキン避けていました。2対4からリテイクした、執念でつないだこのバトン。 B メイン側からシェリフで圧力がかかっていました。ただメインを上げているネス、ガーディアン、ファーストピックはでかい。さらにマキバ、逆サイド押さえております。さあ各々が各サイトで大きなキルをもぎ取ってきました。エコラウンドで体力は削られてはいますが、チャ
ャンスが見えてきた。さらに根選手ショーストップ上がったんですよね。さあここでニューラルセフト位置が割れた。ファストレーンとともに A サイトメイが押し上げていく。武器も回収した。スカートしてもうアルティメット切るしかないですね。ローリングサンダーをアーケードに使っていきますが、こっちは本命ではありません。残されたロックダウン、いや後ろにはメデューサ選手が来てる。後ろからメデューサシャッターを開けてよし。もう一人いるポムカチの存在には気づけなかった。武器を回収。4対2の状況、絶体絶命のスカーズ。ロックダウンが鍵を握っているか。俺切るしかないですね。この A クラウンド取ってしまうのか。しかしクリスタル、ロープ側からポポガチャを抜く。さらには後ろにいたメデューサも対応。2対 2対2の状況だ。ここでどうだ。どこでロックダウンを使う。使わない。使っていく。これはメイン側を全て掌握できるロックダウンだ。倒したであればもう仕掛けていくしかない。ネスメインを2トップ、ネス選手が倒しに行って最後は正面からスモークイン。リコンボルトをもらいながらサイトの裏を取りに行く。さらにはハンターズヒューリーまで合わせてエリアを取りに行きますが、この隙間を縫ってトラネコギリギリ当たらなかった。目を落としていきました。マキバがこのトラネコを抑える。そしてもう一人体力を大きく削られましたが、4対3の状況を作ったのはクレイジーラクーン。ただ体力は少ない。いやネスが倒れているので 3-on-3 ですね。メインに3人で引き、そしてアートに展開している中会場音が聞こえた。まずはグラビティベル、この後はショックダツですかね。はい、ポポガチがリコンに移っている状況ですが、再び会場音。しかし回ってきたメデューサがクリスタルを落としたことによって人数状況は変わってきた。ジェムキンのキル、ブレードストーンは抜いた。メイン側距離を詰めに行く正面、しかしこれは捉え切ることができない。会場入ってる。ハーフブライ持っていった。最後は冷静なポポガチ。お互い上がっている第7ラウンド。スカーズはおお、そうですね、裏取り早かったですね。裏から早めの仕掛け。さあクリスタルネスを抑えてきました。これで人数状況優勢ができたスカーズですが、ロックダウン。しかしここはカウンターロックダウン。マキバがアートを進行してそのままヨシを抑えていきました。これであればロックダウンが破壊できます。アタッカー側のロックダウンのみが残ったという形になりました。スパイクの接触も間に合いそうだ。さあジャムキンリテイクが始まる。2対1体力が少ないポポガチ。前目の仕掛け、正面の打ち合い、カバーに入ったクリスタル入ってますよ。ハンターズヒューリーが上がっているポポガチ。そして再びアートを進行していたメデューサですが、トラネコが許しません。いつまでもラークはさせないぞという立ち回り。さあここは上に対してエントリーしていったメイではありましたが、下に降りたところヨシイが抑えていきました。さらにクリスタル、ジェムキン、マキバ、お互いのぶつけという構えです。お、A メイン上げていきますね。これかなり高い位置でぶつかりますよ。しかもオールドロー回している。この隙を貫いた。ドローン回してる最中でしたね。エコラウンド風穴が開いた。この距離感まだ打ち勝った。3人を持っていたメデューサ、リコイルダーの頭1個当てますか。そして A メインに落ちていたこのバンダルをネスが回収できましたので、この 2-on-4 の状況、武器差はありますが CR が圧倒的優勢なラウンドへと変貌しました。ジェムキン選手としてはこの武器は拾わせたくないですよね。なので A メインをこうプッシュしていきたいんですけれども、それにしてはちょっと情報を取る手段がなさすぎますね。クレイジーラ君としては賭けになりますが、この武器を拾いに行きます。フラッシュを入れて取りに行くか。いや、ここはもう3人ドライで完全に逆サイドにいますね。対角線上に配置されている両チーム。ただスパイクの設置は通せました。スカーゼここからのリテイクになるのでかなり時間かかってしまいますね。そうですね、まだそうそう到着するのに最大距離がかかってしまうというところで、あそこの位置からだと最大19秒かかってしまいます、ローテーションまでに。さすがアナリスト。さあ今回はアート側からドタ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 4人でリテイクを構えていく。最短距離でいきますが、リコンボルトを見ながらスモークの中入っていくところ、トラネコ、ジェムキン、トラネコを抑えた。残った1人、ワンオンワン。ただここはシェリフ、ポポガチが抑えてきました。横の中には誰もいないという状況で、ナラスワームこそ帰ってきていますが0ポイント。これでスパイクの設置はできます。クレイジーラ君はミルサ選手のロックダウンですね。はい、ロックダウンがありますが、あとはこのリンクにいるヨシ、ただこのスモークを挟んで向こう側にいる
スモークを抜いた。警戒はしていたはずなんですが、吉井選手が持っていきましたね。2人脇場の銃声を聞いてかスモークの中を抜いていきました。そしてロックダウンにかかっていたクリスタルを抑えていく。ポポ勝ち。ただこれはセーブの判断になりそうですね。なるほど、2対4の状況。ただウォーターをすでに上げている吉井、ここは後ろ向きでやってきたポポ勝ちを抑えていきます。ここだよ。なんならこれオペレーターまで刈り取るという配置ですよ。姿が見えた。前振り食いとしています。ここにぶつかるのはオペレーターのメイ。スパイクの位置分かりましたね。ファーストブラッド。ただこれであればヨッシーのロックダウンによって無理やり取り切ることができるかというところですが、ここでアートから人数を削りに行ったメデューサ。3対5の状況となりました。そしてドアを挟んで向こう側に3名のクレイジーラクンのプレイヤーたち。うまくブレードストームを避けながら倒しましたね。さあそしてアート、設置を通そうとしていたスカーズのプレイヤーたちをメデューサが抑えていきました。ファインプレーを見せたメデューサ。まずダブルドアに進行してワンピック持っていきますね。このダブルドアのワンピックが鍵を握っています。スカーズ、ここにいるのはポポカチ。グラビティベル入って、さらにはショックボルトで応答。飛び出してほしい、飛び出してほしい。これで人数差がイーブンになったぞ。さあリンクの前にはオペレーターを構えているメイ。この配置に気がつけるか。壁を挟んで向こう側、ホールに対して、いやここはブリンクアウト、逃げ切った。そしてメデューサのカバーを割った。ゼアキン逃げた目を抑えていきましたが、さテイク配置というところまで読めているか。リコンボルト、おそらくスカーズもロックダウンでのリテイク配置ということは読めてますね。はい、であれば、まあ、それに対しての何かしらのアプローチをしていきたいんですが、それを起こすにはちょっと時間が少ないという現状。残り30秒。キーマンとなるのはガレージにいるヨッシー選手ですね。はい、ヨッシーの裏取りがうまくはまれば、ここで人数差を一気に作ることができればという状況ですが、これを警戒しているメイ、しっかり見てますね。甘えません。ガレージウィンドウも飛び出しをしっかり見ていました。ただディフェンダースポーン側、クリスタルオペレーターを構えています。ここはフロムザシャドウズを使って逃げる素振りを見せていたところ、しかしここは同じオーメン使いの巻き場、それは読めていたぞと取り払っていきます。会場はハーフ、クレジラ君、残っているクリスタルの体力を全員で削っていきました。いや完璧なリテイクという手はずも取れますから。さあそこまでの物語が見えているか。ヘブンスモーク、その中にはクリスタル、ブレードストーム踊っているが、ここはネスが抑えてきます。さあしかしヘブンに対してパラノイアを使っている。これで時間が稼げるか。サイトの下に逃げていくトラネコ、かなり時間使いますね。はい、飛び込んでいくメイですが、ここはジェムキンが抑えていきました。ネスのカバーが入りますが、残り時間が少ない。ヘブン下に対してフラッシュポイント、しかしお互いのトレード、1対1の状況。ハンターズキューリーはある状況ですが、ここは打ち勝っていった。時間は間に合いますね。いや間に合わないか。どうだ、間に合いますね。間に合った 0.4 折れて、かつタイスモーク、サイトの上からアップダルトとともにブレードストーム奇襲をかけましたが、ネスのカバーが入ります。1-1トレード。ゆっくりゆっくり上がっていたメリューサ、ガレージを取得。このままCサイト挟み込むような配置か。パラノイアを入れながら逆にトラネコキュラーのステップで前へと詰めている。2人を持っていきました。再びネスのカバー、ツオンツー。状況は変わった。ローリングサンダー、この手に宿っている。残り1名。サイトの裏、ジェムキンを捉えることに成功。食らっている善悪金は一旦引いてスパイクの設置を許しました。リコンボルトも入ってる。リコン位置が分かったぞ。ロング側2人で引いているクレジラ君。さあここからどこまで仕掛けていくか。ジャンピーク、なんならネスはフォールトラインも上がっています。手前側の勝負、ネスブレードストーンを抜いたメイ、仕掛けていくラウンドとなるか。さあサイトの中では3名控えている。メイの前ではピークは許さない。上にいたクリスタルがカバーをする。ただトレード状況でクレジラ君の方が優勢な状態です。今回エコラウンド、オールドローンを破壊しに来るタイミングでフラッシュポイントを入れていました。パラノイアも入っている。このまま A サイト上げていく配置ではありましたが、ナノスワンが帰ってきていた。ただこれメデューサか、ディフェンダースポーンを若者顔で歩いています。お、これ当たるぞ。
さあポガチディフェンダースポーン、メデューサのこの位置、しかも武器も回収した。2対1の状況、ここしっかりタレット入れましたね。はい、タレットを入れていきました。吉井さんこれをスルー、意外にもこれをスルーしていきました。配置的にはそうですよね、今サイトの中に入っている情報は与えてはいないので、どこかで持っていきたいんですが、さあ1人を持っていった。ただオープンプラント、この強いプラントに対してどう駆け引きを行っていくんでしょうか。ディフェンダースポーン側、うん、さあここネスのフォアスプラット、ジェムキン選手のカバーに入ってヨシー選手を倒しましたね。メインのオペレーターも見えていましたが、シーロンが上げていたクリスタルを抑えています。マキはタレットを破壊、ミッドの視界を奪った。ただこのアルティメット状況に対して人数が少し足りないようなこの状況、5 on 3クレイジーラクーンはここを後期と見てアルティメットを使っていくんでしょうか。オールドローンでロングを安全にエントリー、ショートもしっかりリコンを入れて警戒できています。これでショート側クリアリング完了しました。スパイクの設置はネス、ハンターズヒューリーが帰ってくるが、これは読めていたか、返しのハンターズヒューリーだ、逃げられないぞ。ただ避けてる、いや当たるか、逃げられない、ノーリスクで持っていってしまった。残った2人、トレモンジャムキン、どうせ後ろから挟み込んでいるメデューサ、ローリングサンダー入っている、トラネコも食らってる、この最終ラウンドも受け取った。プレイオフのアッパーブラケット、